今ねつけてるグローブ、フィッシンググローブなんですけど、新しいんですけどね、めっちゃあったかいんですよね。初めて今回つけたんですけど、防寒グローブって言ってたんでちょっとつけてみたんですけどね、手の甲に初めて汗かきましたね。グローブはめてそのぐらい手の甲がねあったかいです。ちょっとびっくりです。これだったらね冬場寒くないかもしれない。手がね冷えるとどうしても手をたくさん使う釣りなんでやっぱ動かなくなりますよね。結んだり仕掛けやったり細かいこともいっぱいあるし、で僕の場合はどうしてもこう小指も薬指も使うのでどうしてもね5本出しなんですよ。指出しじゃないとダメなんですよ。指先が全部出てる状態であったかいとしたらすごい助かるんですけどね。あとはね内側にこう滑らない素材が使ってあるみたいなんで結構キュッキュッて止まります。こう滑ると力が逃げるんで余計に逃げないといけないからね、滑らないというのは大事ですよね。